カスタマイズキーに割り当てるアプリを変更する方法をご説明します。カスタマイズキーは一度押して割り当てられたアプリを起動することができます。よく使うアプリを設定して素早く起動できるのでとても便利です。待ち受け画面でセンターキーを押してメインメニューを表示します。設定を選択します。その他の設定を選択します。カスタマイズキーを選択します。設定したいキーをカーソルで選択します。ここからキーに設定したいアプリを選択します。これでカスタマイズキーの設定完了です。